木屋町通りと、高瀬川立世ガーデンヒューリック京都、門倉領域検証引屋町通り、大村増次郎遭南の引屋町通り、佐久間正山遭南の引屋町通り、木屋町通りは、京都市の南北の通りの一つである。北は二条通りから、南は七条通りまで、全長、約 2.8km の道路である。ポント町の西にあり、 高瀬川の東側に沿って、中京区、下京区を貫通する。略称木屋町は、東西の通りなど合わせて引用され、また通り沿い、高瀬川沿いの2条、5条間の地域を木屋町と通称する。三条通りから南では、一部を除き、高瀬川西岸に西木屋町通りが並走する。慶長年間の角倉領位の高瀬川改作に、 伴って、1611年に二条木こり、木町を起点に開通した。開通当時のこの通りは、木こり木町2と呼ばれていた。江戸時代初期、大阪や伏見から、新旦、木材が、高瀬船に積まれて集まり、材木ンや材木商が、倉庫や店舗を立ち並べるようになったため、木屋町と呼ばれた。木屋町周辺には、材木町、神谷町、 鍋屋町、米屋町などの地名が残っている。1762年に刊行された京町明には、木屋町を北二条通りより南五条までと定義し記載している。江戸時代中期には、この通りを往来する旅人や商人を目当てに、料理屋や旗子、酒屋などが店を構えるようになり、酒老娯楽の場へと姿を変えた。幕末には、 金納志士が密会に利用したため、坂本龍馬や桂小五郎らの選挙跡や、自席の石踏みが繁華街のあちこちに立っており、大村増次郎や本間誠一郎、佐久間昭山などが順難している。1895年には、二条から五条間に、京都電気鉄道の路面電車が開通した。1920年代に河原町通りが拡幅された、ことにより、 市電のルートは、河原町線に移った。高瀬川の側に桜が植栽され、歩道を場所により、車道側に飛び出させて、車の高速走行を抑えるなど、整備がされている。三条通りから四条通りまでを中心に、喫茶店、バー、スナック、料亭などに加え、各国料理レストランなど所狭しと並んでいる。風俗営業店の増加に伴い、 地元が治安対策の運動を行っている。2003年、京都市が地区としての木屋町を木屋町界隈として美しい町づくり重点地区に指定した。ありがとうございます。